うわ、出てきた。スタンドのパワーを全開だ。いや、でも確かによく見たらヤバそうな顔してるわ。こいつ逃げろってことやな、要は。よしよし、逃げましょう。逃げよう。もうミュウちゃん逃げる気あるとは思えへんぐらいのこの軽やかステップやけど。こっち？違う。うおおおおおお、これ隠しアイテムじゃない？もしかして。やった、こっちか。俺隠しアイテム見つけちゃったんじゃない？ああいうのあんの？このゲーム、もしかして。あれ？戻ってくんのやめた。早っ。おばあちゃんの追ってこな、あら、あ、おねえ。すぐ上やん。おばあちゃんの諦めすごいな。あんまり、足腰強くないんやろうな。急に腰痛になったんやろうな。鏡石。持っていると体力がなくなった時、一度だけ体力をつけ完全回復。おー。なるほど。いいじゃん。大きな布がかけられた置物がある。布の表面は風雨、風雨にさらされ、汚れてしまっている。お姉ちゃんはどういう心理状況でさ、今なんか影見へんかったっけ？ここに。全然リアクション取ってないけど、僕毎回ビビってるからね。幽霊出てくるために、うわ、幽霊やーって思ってるけれども、お首にも出してないだけで。心の中ではもう、はぁーお化けって言ってるよ。うるさいかなと思って黙ってるんだけど、うん、めちゃくちゃビビってるよ。あー、でもこれお姉が言ってた方向と違うよな。お姉こっち行ったよな。あ、セーブポイントや。お姉はセーブポイントになったんかもしれへんな。自分の身を捧げてセーブポイントになってくれたんかもしれへん。妹のためにセーブしたいんでしょ。わかってるよ。扉は固く閉ざされている。うわ、ででじゃあこの手のゲームありがちやねんけどさ、カメラの向きが変わるたびにさ、スティック倒してた方向と進行方向がずれるせいで、カメラ変わった瞬間にビュンって急に今まで全然行ってなかった方向にヒューンって行ったりするんだよな。61式、お、なんかフィルムがここに来て、え、ボス戦もしかしてだけど、民族学者の手記3。ここ数日地震の回数が増えてきている。それに伴うかのように村を舞う赤い蝶の数も日を追うごとに増えている。その姿は美しくも不気味で、まるで無数の人玉が悲しげに舞っているようにも見える。赤い蝶を見た村人たちは手を合わせる。村全体が何か恐ろしいものを迎えるような厳かな空気に包まれていく。地の怒りに怯える小さな集落。アカニエ祭とは、地鎮祭のような意味を持つ祭りなのだろうか。古くはどの地方にも地鎮祭のような祭りが存在した。その多くは供物として生贄を備えて神の怒りを鎮める。とすれば守り神として祀られている双子巫女の役割はおそらくそういうものなのであろう。その風習が現在も残っているとしたら、祭りを前にしたこの村の静けさにも説明がつく。守り神となった双子巫女は赤い蝶となりこの村に帰る。なるほどな。だから双子巫女が、生贄に選ばれて、んで、その終的に蝶々になって帰ってくると。ああ、じゃあ赤い蝶々は過去で生贄にされた双子巫女なんや。なるほどな。悲しいな。それめっちゃ悲しいな。めっちゃ悲しい話やん。泣けるやん。急に泣けるやん。やえとかさえとか言うとったな。で、多分双子巫女、この村で行われる次のお祭りの双子巫女と間違われてんねやろうな、ってことは。ああ、だから襲われてんのか。そういうこと？お前ら次のお前、あれやんけ、いけにえやんけ、逃えろよっていう話か。ちょっと待って。あーん、これね。ああ、はい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 、閉まったとこや。進もうと思ったら閉められたとこや。はい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 。結局戻らなあかんねや。二人で逃げたのに、みんな死んじゃった。ずっと待ってたのに。秘書だって約束したのに。椅子の上に小さな人形が置かれている。
絶対取らんとこ。一緒だって約束したのに一人で逃げた。どういうことや。双子二個のうちの片方が逃げたってことか。双子巫女はだから二人でワンセットやから、そのうちの一人が逃げちゃって今またターンの関係ですごい軽やかなステップ踏んで、でお前なんで戻ってきたんだみたいなこと言ってたもんな。ってことはやっぱり逃げるときに、なんで一人でも儀式言ってた。やぜなぜ逃げた。あ、逃げてへんわ、おら、やったら、あげんかい。俺とのバトルがお望みなんやろ。あげんかい。こちらには90式フィルムがあるんじゃ。お前なんかワンパンで成仏じゃ。あ、でもなんかちょっと分かってきたな。つまりそういうことやろ。一人が逃げたんやな。一人が逃げちゃって。でもそれやと、ん?お前なんで戻ってきたんやみたいなヒントボーイに言われたし、もしかしたら二人で逃げる予定やったけど、なんかおかしになっちゃって一人で逃げることになったのかもな。めっちゃ天気悪いやん。何かと思ったら一瞬ゲームがバグってノイズ入ったんかと思って、そっちの方向で焦ったわえ、録画に失敗する。え、もしかしてスタンドのパワーまだ全開。嘘、スタンドのパワーまだ全開。この部屋がやばいんか。早く開けて、早く開けて、早く開けて、なるだけ早く開けて。ちょっともう、よかった、人生かけて開けてくれ。その襖突き破ってくれ。お、あ、今取れた、絶対取れた。お、引きずられていく、引きずっていく男、引きずられていく人。あー、取れ方引きずっていく男と引きずられていく男。あれ男やったんや。なんかちょっと髪の毛なかったから女の人かと思った。ここかやな。おお、今度開いた。いや、至れり尽くせりやん。射撃のパートフィルムを見つけた。強化レンズコクを手に入れた。強化レンズコクについて、ダメージヒットバック、ダメージが大きくなるスローヒットバックの方、使用することで通常の撮影より大きなダメージを霊に与えることができる。ああ、ええー。しかもシャッターチャンス以外でも霊をヒットバックさせる。え、めっちゃ強いやん。いいじゃん。ヒットバックのスピードが遅くなるスローヒットバックの効果が追加。これによりフェイタルフレームを撮影した後のフィットバック中のシャッターチャンス時間が長くなるため、コンボを狙いやすくなる。もうさ、あのさ、なるほどな。スローヒットバック効果が発生すると、フェイタルフレームを撮影した人のヒットバック中のシャッターチャンスの時間が長くなるからコンボが狙いやすくなるんや。なるほどね。はい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 。装備しとこう。お、なんか、開いたり、閉じたりしているね。開いただけだけ、こうっていう。万葉丸。まがって取ればいいんでしょ、取れば。はい、はい、取れましたよ。何ですか?閉まるんかい!え?ん?なあなあ!狭い、これ、あ、出られへんわ。戦うか。戦うっきゃねえな。ほら、暗い、濃く!なんかあんまりダメージが狭いな、この部屋。きついきつい。え、狭すぎる狭すぎる。はい、ツーショット、はい、ツーショット、はい、ツーショット。ちょ、待って、濃く溜まってくれ。濃く溜まり、濃く溜まりしてくれ。これあれやな、フィルム使っちゃいます。いいフィルム使っちゃ、90式はちょっとな。やっぱ61式でここはいっちゃいます。いや、もういいフィルム使っていきましょうよ。せっかくいいの持ってんねんから。
おし、コク溜まった。おし、お前はコク、コク決めてやるよ。くらえ、コク。よっしゃ、強い。女倒した、女倒した。あ、なんかすごい。ステップが、キリン。うわ、あ、もう、頭頂部しか映ってない。これって廊下で出てきたやつか。こいつの行動パターンなら知ってるぞ。早くこっち向けよ。お前の行動パターンなんか知ってねえ。ほら、おとなしくやられる。おーし、コクたまった。お前の命も今日までやな。はい、コク。あれ、あ、はい、コク。あれ、コク。危ない危ない。あ、まだ頭頂部しか映ってない。執拗にこの男の頭頂部を取り続けてしまった。ごめんな、気にしてたらごめんな。生え際とか、霊がいた場所に何か残されている。三重菱の札鍵。三重菱の札鍵。ここで何があったん。確かにこの部屋めっちゃ血まみれやな。今更やけど、お、なんかあるぞ。薄く光る鉱石、あ、セーバー、石いっぱい。ああ、年中、年中すごい頻繁にもらえるな。お姉ちゃんどこ行った。鍵かかってるところは分からんけど、まあでもあの写真撮影したところはこれで開くようになったよね。ちょっと待って、もしかしてもしかするともうええねんけどな。もうええねんけどな。すいません、失礼します。もうええって、もうええって、ごめんって、俺が悪かったって。ずっと出待ちしてる。もう害悪ファン、敵になれ、ほんまに。あの強い力で締められてたところは多分開けへんと思うねんけど、まあここするし、違うって。反復横跳びみたいになるよな。で、これこのまま行って、あの、あれね、なんかすごい、明かりガチャガチャやったとこ。ガチャガチャ明かりルーム。あっこよ。ん？逃げられた！でも文章は見たよ。宗像が早かったな。いつきは見つかったのかって言ってた。ん？あ。あ？え？落ちた。あ、上から見下ろし、あの場所や。あ、これ双子巫女、これが八重とさやか。その場所を遮影機で映した。うん、遮影機で映したら、遮影機で撮ってたやつおったな。撮って、これは軽はずみには触れてはいけないものだみたいな言ってた人おったな。祭主の屋敷だけあり、古くから村の記録が多く残っている。その多くはこの地方に古くから伝わる伝承や神話、儀式などに関するものだ。民族学的に貴重なものも多数見受けられる。あの地方に伝わる被災は赤荷祭と呼ばれ、双子の巫女を持って黄泉の門を封じる祭りであるらしい。赤荷祭には本祭と呼ばれる定期的に行われる祭りと、その神事が失敗した時に行われる影祭りがあるという。それらの神事が全て失敗し、黄泉の門が溢れる最悪のことを大償いと呼び、門から死者が溢れ、天を閉ざすと記されている。宗像が幼友達である、いつきとむつきという双子の少年の行方がわからないという、行方知れずともなった双子というところに少し気にかかるものがある。もし彼らが見つかれば儀式に関する話を聞くことができるかもしれない。いつき、むつき。はぁ、あ。ちょいちょい名前出てくるな。ムツキは初めてやけど、イツキって名前、前もどっかで出てきたな。っていうか今、おっちゃんの幽霊が、イツキ言ってたな。
あのおっちゃんの横におった男の子いつきかな。前はこのめちゃくちゃ目に悪い部屋早抜けよ。めちゃくちゃ目に悪い、めちゃくちゃ目に悪い進めへんと思ったわ。何してんねん。全然進めへんな思ったわ。ちょっと待って、調べられへんねんけどこれただのオブジェである可能性あるなあ、ある？あかんわ、撮影できん。ほな、ええわい。お、床には三重菱の模様が刻まれた鍵がかかっている。べっとりと赤黒いものがこびりついている。なんやろな。開いた。いや、あの床で寝てる人はお、めっちゃ人形あるやん。怖、この部屋。あのごっつ床で寝てた人、ずっと一緒って約束したから二人で逃げた。お、女の子の声。お姉ちゃん。おお。一人遊びがうまいな。ミオ、何があったの？誰かが私を呼んでた。ほんまどつくぞお前。もう一度儀式を。え、帰るぞもう。儀式って、一緒にいよう、ずっと。いるよそんな、タクシー呼ぶわ。したじゃない。とにかくここから出よう。あ、これお姉ちゃん合流よここから。イオンの国被災なんか出してくれなさそうやけど。じゃあ再会記念で一枚言っときます。お姉ちゃんなんでずっと眉毛がハの字なの。可愛いけど。蝶が書かれた日記。今日は村にお客様が来られた。宗像くんと宗像くんの先生の学者様。宗像くんは樹くんのことを心配して村に来たと言っていた。でも村のことは外の人に伝えてはいけない。樹くんはお祭りの日から蔵に隠されている。多分村の外の人とは会わせてもらえないだろう。八重。ああ、八重が書いた。宗像くん、学者様がお持ちの姿を写す箱で私たちの写し絵を作っていただいた。私の顔は少しおかしく写ってしまったけど、いい思い出になった。あのことは多分、あの方は多分、うぶーされてしまっている。私たちの禊が終わらないから。そうなる前に逃がして差し上げなければ、私がお姉ちゃんと一つになればそれでいいことだから。何回やな。歪んだ双子の写真。うわ、ほんまや。これ、射撃で撮ったんかな？射撃で撮ったんやとしたら片方やばいことになっとるな、もう。レイディーをしとく？そういえば。たまには、レイディーをもしとく？ああ、眉のお守りって更新されていくんや、どんどん。これもうお姉ちゃんに聞かせよう。お姉ちゃんおかしになってたんやで、ほら、弾いて。はあ。約束。うん。やっぱり何かの事情があって片方だけが逃げちゃったんやな。八重とさえっていうことやろうな。あ、これくさびって、くさびって書いてあったんか。あ、大津内発生したの結局。あ、大津内が発生して村がもう滅んじゃったん、消えちゃったんか、地図から消えちゃったんか。はあ。いや、なかったんかい。ならわしなんかい。腐れ人をくさびにする。
わ？まあいや行こうか。ほんまに？めちゃくちゃめちゃくちゃ怖いけど。そこで床に転がってた人体調大丈夫？大丈夫？ああ起き上がってきた。そんな帰りに襲ってくるタイプのトラップの人やったやな。ああちょっと待って、そういえばフィルムが。ああ出たね。いいっすかこれある程度来させて、で構えて、うわー、あーお姉ちゃーん、いい写真、お姉ちゃんいい写真撮れたよ。アンビリバボーに送ろう。まだやってるかな、アンビリバボー心霊写真特集みたいな。夏ならやってるかもしんない。お姉ちゃん、おえ、いい写真。今のでもお姉ちゃんがデコになってくれたわ。ありがとうな。おとりんという名のお姉ちゃん、ありがとうな。あと1枚。ああ、なるほど。これ、ダメージ入ったかな？ OK。勝ったよ、お姉ちゃん。何かで何かが光を反射している。双子ビナの首。あ、そう。じゃあお姉ちゃん刺しに行こうか。首もろたわ。刺しに行こう。そんな首足りてない人形なんかないでしょうが。あるー。ありまくるー。からくりが動作する仕掛けになっていた。声が聞こえる。え？選ばれし二人の巫女は天に通され蝶となる。はあ。蝶となりて村を助くる。はあ。いや、分かった。何をすればいいかは分かんない。何をすればいいかは全然分かんないけど。単純にすごい知識。あ、もう答えまで出してくれた。分かりました。分かってます。大丈夫です。何この時間制限。声が聞こえる。いや、僕、このスライド系のパズル、本当苦手やねん。勘弁してくれへんかな。もう分からん。分からん。分からん。上げていこう。でも、なんか、そんな難しいことは要求されてない。こう、順番に上げていって。あ、持ってきたんじゃないのこれ。これ、いったでしょ。いった。これ、こうしてこうでしょ。しゃあ。引き出しの中に何か入っている。蝶、あー、1階のね。はい。1階に蝶の。いや、溶けた。なあ。溶けた。見てたでしょ。の、あ、ここ、ひな壇の影の子供。わかりづら。でもなんかこういうなんかちょっとしたポイントになるやつね。襲ってくるわけじゃないねんけど、たまに右下のフィラメントが光ってさ、光った時に多分そのあたりで撮影ポイントみたいなのがあって、うまいこと撮れたらええ具合にこうポイントがもらえる。ポイントはね、カメラの強化に使えるから、もう、しこたま欲しいんよね。あれ、アイテムある。黒沢家の地図。いますか？いや、ありがたいけど。この屋敷の双子の少女から、屋敷の脇戸を示す地図を手渡された。影祭りが迫っているので、夜間に脇戸から逃げるようにというのだ。そのことについて問い返す間もなく、二人は去っていってしまった。今のところ、他の、家人におかしな動きは見られない。我々が閉じた村に迎えられたということは、それなりの理由があったということだろうか。念のためではあるが、宗方は先に返しておいた方がいいかもしれない。なるほどな。あのおじちゃんはじゃあ多分もう置いてってないやんな。姉ちゃん置いてってないやんな。私な、私がいつお姉ちゃんのこと置いてったな。言って、いつ大丈夫よ。っていうか、むしろお姉ちゃんが私のことを散々置いてってるよ。そこ分かってるかどうか知らんけど、今んとこ私のこと置いてってると91でそっちを。ヘイ、語りかける男。普
通やな。でも私たちじゃない、うん、やっぱり勘違いされてんのか。あの双子や、逃げた双子じゃと勘違いされてるんやな。全然違うのに。服装見ろよ、八重とさえこんな短いスカート履いてなかったやろが。分かれよ、タイツとか履いてたか。